プレイ方法を説明するわよ。私が君をサポートするわ。一緒に頑張りましょう。ミュゼカには3つのアクションがあるの。叩く、回す、踏むの3つよ。音楽に合わせて5つのスピナーとフットペダルを操作してね。これはヒットオブジェクト。このオブジェクトがアナライズポジションに重なったらタイミングよくスピナーを押してね。じゃあ実際にやってみましょうか。このオブジェクトの時は最後までスピナーを押し続けるの。それじゃ行くわよ。これはスピンオブジェクト。タイミングよく回せるかしら。やってみて。このオブジェクトが来たら勢いよくスピナーを回して、これはディレクショナルスピンオブジェクト。このオブジェクトの時は矢印の方向にスピナーを回すのよ。最後はキックオブジェクト。足を使うアクションだからちょっと難しいかも。さあ練習しましょう。こうでなくちゃ。一通りやってみたけど大丈夫そうね。私からは以上よ。教習はここまで。これで準備は万端ね。